年明けの、うん、アンタッチャブル TV なんですけども、はい、ちょっと大物ゲストの方と、うん、アンタッチャブルさんでロケをしてもらおうと思います。うん、いやー、嬉しい。大物ゲストさんが来てください。大物ゲスト、ありがとうございます。どういう方？日本一のこうパワースポットと呼ばれている、うん、鹿児島県の屋久島。ああ、屋久島。屋久島、すごいよ。この屋久島を舞台に、うん、香取慎吾さんとロケ。ありがとうございます。すごい。久しぶりなんじゃないか。嬉しい。二人でできるんですね、香取さんで。いるんですか？なんでお荷物みたいな言い方してんの？マジで。足引っ張んなよ、マジで。引っ張んねえ。ごめんなさい、ちょっと長いんで、香取さんとの方が。ゲストって形でいいですか？来てくれるの？嬉しいね。屋久島に？はい、こちらのダメ元で、屋久島じゃないですか。うん、遠いから、遠いよ。無理かなと思ったら、うん、もう、あの久しぶりにアンタッチャブルさんと、お二人でロケが、お二人とロケがしたいということで、あの泊まりで。泊まりで、泊まりで香取さん。うわ、すごい。そんなスケジュールあったんですね。うわ、嬉しいわ。嬉しいわ。部屋一緒ですよね、香取さん。一人泊まってよ。いや、別にいいよ。嬉しい。いや、出るだけ薬師縄文杉、まあ、その前はあのリサーチ中なんですけど、縄文杉10時間ぐらいかかっちゃうんで。めちゃくちゃかかんないね。初めて会うでしょ、だって香取さんって。俺、なんで待ってます？本当に実在するんだから。いや、見てるから。いや、緊張すんなよ、本当に。いや、緊張はするんだけど。いや、緊張はするんだけど。お二人と香取さんとって。おー。ないですよね。俺は香取さんとだってどっか行ったことないもん、まあ、そもそもが。ないんだ。俺ね、ちょっと。俺ね。初めて。いろいろ行ったから、うちは。多分、屋久島自体が香取さんが行くのが初めてなんじゃないかなっていう。お、あ、そうなの。あの香取さんが。多分これはちょっと僕らもリサーチなんですよ。ああ、そうなんだ。縄文杉行きたいって言うんじゃない、もしかして。ね、確かに。見たいって。いや、縄文杉？縄文杉行くんですか。縄文杉行く理由は、まあ、とんでもない時間かかりますね、だってね。誰かがパラにならないと多分。おなんでよ、一緒に行こうよ。だから一緒っすよ、屋久島行ったことあるの。屋久島はあるんだけど、縄文杉行ってないね。あ、でも行ってるね。行ってすごいね。私も屋久島初めて。ほとんど行ってる。うん、まあ香取さんちょっと分かんないけど、なかなか行けるとこじゃないからね。そうだよね。おお、まあなんか神秘があるもんね、あそこにはね。こう謎というか、なんかそんなんじゃ魅力というかね。謎なんか本当一般じゃない、生き物とかももしかしたら。あ、そっか、ね、生息固有の、うん、うん、いるの？ヤクなんとかみたいな、ヤクミシカとかミツルみたいな、ミツルみたいな、東京にいる日本ミツルもいるし、ヤクミツルもいる。海外ミツルがいない、あんまりいるかもしれない。あ、いなかったっけ。海外ミツル見たことない。エゾミツルいる。いや、それいると思うよ。琉球ミツルの人いる。屋久島にも鹿いるの。屋久鹿っていう鹿がいるのよ、うん、ほぼ鹿じゃなくて、ほぼ鹿じゃなくて、屋久鹿の方がいる。およそ鹿じゃない。およそ鹿じゃない。およそとかじゃないよ。よく見たらとかじゃないから、いや、じゃあちょっとそういうのもね、違いも見ながら、うん、柴田さんはね、そういうの好きだから。そうそうそう、うん、やっぱ切り離そうと。ロケットシステムやめろ、お前、マジで。気づくよね。気づくよね。ついてくからな。最後、それ小指でグッてこう。サンクチュアリ見た？だから小指で背中の筋肉。